秘密は歌うは、ノエル・カワードによる儀曲。二幕からなる。スイスの高級ホテルの同じスイートルームを題材とした三部作、スイートルーム組曲の一つであり、忘れたいと思っていた過去の愛人を前にしてしまった同作家を描いている。カワードの最後の演劇作品の一つである。元々のアイデアは、デイビッド・セシル卿が記したマックス・ビアボームの伝記に触発されて生まれた。 その電気でセシルはコンスタンス・コリアーが晩年にイタリアにあるビアボームの自宅を訪れたことを記しており、これについてカワードはこれが実に面白いと思った。マックスの昔の恋人が彼を訪ねてきたが彼よりもはるかに活力があるその女は数秒で完全に疲れさせたと語った。カワードは自分の儀曲に登場する老作家をクローゼットの同性愛者で 愛人との過去の関係は自らの性愛思考をカモフラージュしたものだったと設定した。この老作家のモデルはサマセットモームであると一般に考えられている。カワードの舞台構成はモーガムとの好奇心が強い類似性によってその要点を強調していると指摘されている。1966年4月14日に ロンドンのクイーンズシアターでビビアン・マタロン監督により最初に上演された。1999年、カワードの生誕100周年を記念して、ギールグッドシアターでシェリダン・モーリー監督により復活上演が行われた。ありがとうございます。